ハピさん、コバポンの欲張りカメラプラスラジオスパイスな日々。それいらないから。はい、いつも通りです。始まりました。ハピさんです。コバポンです。いつも通り2人でやっておりますけど、今日ちょっと良好な環境じゃないですか。なんかほらね、前回に引き続き割とそう後ろが静かな静かこう、ね、室内のにですけれど、はい、はい、ここは何という場所。コバポン、コバポンのエンジョイフォトルームと仮で呼びましょう。はい、はい、そういうまあそういうとこです。はい、はい、うん、細かい話はまあ置いといてなんですけれど、うん、ちょっとね、コバポンが、自分のスペースを持ったということで、うん、でちょっと今日はお邪魔して収録ということをやっておりますけど、はい、はい、大した広さではありませんけども、ね、皆さんがちょっと楽しめるような場所になればと思って、うんうんうん、9月に ね引っ越しをしたんです、うん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 、実際に今日ハピーさんに来てもらいました、はい、そうです。でね、意外とこれが、ね、広くてね、コアポンがいろいろ悪だくみしてるらしいんだけど、なんかね人ちょっと集めて、ね、面白いことやろうみたいな話をしておりまして、はい、まあ加担しようじゃないかと加担しろって加担こう、ね、うん、思ってるわけですよ、うん、はい、ね、うん、駅からも近いよ、ね、近めでしょ、いいよ、ね、うん、本当に本当に便利な、うん、環境で、あ、いいよと思ったの、うん、で自分が自由にできる場所っていうのを持つのはね、なかなかやっぱり価値のあることで、うん、うん、ね、いろいろな制約がなくね、いろいろなことできるのいいよね。そうなんです、本当に、うん、まあ若干プライベートですけど ね、うん、ね、そうだよね。そことかね、上手にこうコントロールすればいいわけで、今ちょっといろんなことがあって雑多になってるんですけどね。そうかな、そうでもないんじゃない。何の音これ。俺に聞かれてもな。そうだよね。誰かが呼んでるんじゃないですか。呼んでないよ、うん、まあいいか、うん、まあいいよ。そんなこんなでね、コアポにお呼ばれしてここに来たんですけれど、うんうん、ちょっとなんかね、久しぶりに人ん家にお邪魔をして、はいはい、おもてなしを受けたということで、ハピさんは割となんかホクホクとしております。なんかね、ここのとこ3週間続けて人が1人ずつ、うん、来てるんですよ。お、毎週毎週誰か来るみたいな。いいじゃない、来週も来ます。いいじゃない。なんか定期的だね。そう。なんか、うん、今お披露目中みたいな感じ。なんか着々な感じで、いやいやいや、うん、いいじゃないですか。ちょっとワークショップとかしたいなと思っていて、うんうん、いいよね、いいよね、うんうん、ワークショップなかなかその、うん、と定期でね、うん、持ってしまえばそれでそのまま回せるけど、うん、そうじゃない感じになるとその場所探しから始まるじゃない。そうなんです。結構きついよね、うんうん、だ、少人数制のワークショップっていうのをちょっと楽しめるようにと思ってました、うん、いいじゃないですか、少人数制ワークショップ、うんね、うん、だからあれだよね、まあ細かい話はあれでしょうけれど、今やっている、うん、僕らのやっている2人でやるプロジェクトとは別でやってもいいし、うん、あれの派生プロジェクトを作ってもいいしみたいなね。そうだね。です、私もいろんな人とちょっとコラボのワークショップっていうのを、うん、もう来年はやろうと思っていて。あ、いいね、あ、いいね。そして来年の声が聞こえてきましたな。もう来年ですよ。ね、そういうことを言われて心臓がキュッてなる、ハピさんなんだよね最近。私もまだ終わってませんけど、なかなかこれがね、もうなんかね、パーポンそうだし僕もそうなんですけど、若干忙しくなってきて、さすがに年末近づいて、年が越せるの、あ、昨日つぶやいたんですが、年が越せるのかハラハラしているんだけど、あ、来年の仕事がもう来たみたいな。来年だよね。うん、僕もね、なんかね、細かい案件がどんどん入るので、うんうん、ヒヤッとすることがよくあるという最近ではありますけれど、ね、とはいえ、あれも考えないとね、次の。そう、うん、パーティーカフェ ね、うんうん、パーティーカフェ、ありがたいことにですね、次はいつですかっていう問い合わせを結構受けてね、うんうん、僕の友達も、一人、うんうん、奥さんとする、来たいって参加したいから必ずやる日教えてって、早めにねって、大歓迎、うん、2人で来てくれるの楽しいよね。楽しいよね、そういうのいいよね。そうだから、私もね、その今まで今年去年今年とやってきたスマートフォンの教室をちょっと縮小はね、うん、しようと思っていて、なんでスマホでパーティーカフェはちょっと継続してやろうかなと思っています、はい、うん、まああれはスマホでやってはいますけれど、うん、でも
スマホでやっているからっていうのがミソなわけじゃないんだよね、うん、あれね、そうなんですよ、ね、うん、そこは割とあの僕らがこだわっているところで、うん、あのシチュエーションであったりとか、あとはその、うん、コミュニケーションであったりとかっていうのをこだわってやっているので、そこに価値を、うん、今までその受けてくれた人なのかちゃんと見出してくれてて、うん、とても嬉しいんですけどね、うん、それがあるから、うん、あの次やるんだったらっていうお声がかかるようにだんだんなりまして、はい、結局だからさ4回やったわけですよ。やったやった。4回やったっていうことはさ1年なわけですよ。頑張ったよね。ねえ、ちょっと自分たちで頑張ったよね。ねえもないんだけどさそんなでも頑張ったんだよ。うちは受けみたいな。頑張ったんだよ。いろいろ大変だったんだから。大変だった、うん、でも見えましたよね、うん、大変だったもんね。そう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 、うんうん、ちゃんとなんかだからやめないで続けて、うん、で一回やったら考えてっていうのを、うん、あの続けたらばちゃんとなんか開けてきて見えてきて、うんうん、よかったね。よかった、うん、本当に良かった。なんかさまだあの年末あるしさ、まだラジオやるのにさ、うん、なんか今年の締めみたいな感じ。もうだって気持ちが来年になってる、ね、そうだよね。いやだって俺もほら雑誌やるからさ、うん、もう1月号の原稿書いてるわけで。そうか、うん、ちょっとねヒヤッとしますよそういうのは。そう、私も年明け早々のお仕事が来たので、うん、ああというわけでですね、うん、この間会期が終わりました。映るんです、はい、あの展示、うん、はい、あれ面白かったね。ありがとうございます、うん、おかげさまで本当に参加者も70名以上、はい、お客様も多分200名くらいはいらっしゃってるな。それはそれは。お名前いただいてない方を計測入れるとやっぱ200名ぐらい、ね、初めてにしては上出来かなと思っています。映るんですの待ち点というのが、うん、この間終わったわけなんですけど、はい、都合だから、あれは都合日数でいうと7日ぐらいになるかな。7日間です、ね、うん、それで、あれですね、週末に、集中してやって、金土日の時と、うん、木金土にしたっけ、木金、うん、っていうのがあって、で僕も、ちょっとねなかなかバタバタしちゃって、作品は出してたんですけれどちょっと、会場にねギャラリーに行けたのがちょっと一瞬というか、うん、1回だけだったんだけど、ね、収録したじゃん、うん、そう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 、うん、ね、それがねなかなかその良かったんだわ、うん、俺、うんうん、いいなと思ったんだ、うんうん、いや70枚超えるとさボリューム出るね。出ますね。良かったですね。 2L というサイズがまた良かったみたいで、うん、いやでまあまあ映るんです、結構幅が出るのねっていうのが感想、うん、素晴らしい、うん、驚きました。いいカメラですよ、良、うん、かったですあれは、ね、うん、あれはだから1回で終わるのもったいないなって僕は見て思いました。あ、もちろんです。実はもう動いてます、うん、あらそれは知らなかった。そう、へー、もう2回目決まりますよ。ほう、早いね。早いね。まあそういういろんな協力もありつつの、いやいやとはいえ、うん、いいですね。いいじゃないの。そうなんだ、うん、全国からご参加いただけますから。そうだよね、うん、うん、そう、参加の方法がそのデータを送るという参加の仕方も OK だったんだね、OK です、うん、なので随分ハードル下がったなって僕は思ったんですよ。でも面白いと思いません、うん、データで送ったのに、うん、プリントされて額に入って帰ってくる。そうなのあれっていう感じだよね。でしょ、うん、でこれがねピンとくる人と来ない人、今の話にピンとくる人と来ない人がいるところが最近のそのこういわゆるそのフィルム写真の、うん、辛いところでもあったりとか、うん、その思うところがある箇所かなって僕なんか思うんですけれど、うん、データが当たり前ってみんな思ってるもんね、うん、そうじゃねえから、うん、ネガだからさ、うん、ただそうは言いながらもメガプリントっていうのもありますけれど、同時であの CD にねあのデータ焼いてくれる、うん、いやハンドリングが良くならないとね、そのやっぱりちゃんと時代に合わせて、うん、フィルムは変わってないけれどフィルムの楽しさとスタイルは変わってないけど、ただプラスアルファあった方がいいよね、うん、うん、そういうものが、ね、うん、だから日に当ててあげるチャンスをこう多くしてあげるのは俺は悪いことじゃないと思うし、ただできれば俺はネガからプリントしてほしいなとは思ってます。僕はこだわってそういうふうにしました。もちろんね、うん、ね、そうなんです、うん、あれなんですよ、そのコバポンに今回教わったのはそのラボに行きましょうよって、うんうん、それで写真屋さんとやり取りをして、うんうん、でやるの面白いよって言って、あれはね俺ね思い知ったのよ、久しぶりにね面白かったんだ。写真屋さんと全部思い出したの映るんですね、うん、撮ってその場で見えないこと、うんうん、
それから写真を現像するのに時間がかかるはずが思ってたより時間がかからないこと、うん、俺ほらおっさんじゃん、うん、いいおっさんで写真は出してから3日っていう人だったの。あ、なるほどね。一番自分のそのフィルム写真の体験の時期っていうのが、だいたい写真屋さんに出してその日は帰って、で3日したら撮りに行くっていうような時代が僕のボリュームゾーンだったんですね。調布がガンガン回ってるってことですね。そうだから一回そう、あのね、車が、あの周辺の車が来て調布に行ってるっていう、そういう時代です。そうだよ。でその後そのラボキが ね、あのお店に入るようになって、お店に入る、そのお店でプリントができる機械が入った時代っていうのが来て、うん、それでまあその時代も少し僕も撮ってましたけど、その時代の印象はやっぱりちょっと薄くて、うんうん、でただ思い出した、やっぱり、うん、あそっかって言って、僕あそこ行ったんですけれどね、大石銀座に行ったわけなんですけど、うんうん、フォトカノンさんで、プリントお願いしたんだけれど、こうな、それも懐かしかったの。自分の名前を書いて、電話番号を書いて、紙ピッて切ってもらって、伝票もらって、で1時間後って言われて、あっって思い出したの、うん、あそうか、3日後じゃなくて1時間後でいいんだって言って、うん、もう頭が全然もう、うん、もう一回フォトカノンに3日後に来るつもりでいたから、はあ、そうかそうか、そうだったんだ。そうなんですね。今ラボ機が、ラボ機っていうか、まあフィルムの場合は現像機が、はい、像機ね、うん、置いてあるお店であれば、そのぐらいの速さでやってくれると、うんうんね、驚きました。ただですね、残念なことに現像機がなくなっているお店が多いです。うん、そうか、そうなんです。デジタルプリントショップって言われて、焼けるけれど現像はできない。うん、あ、なるほどなるほど、なんですよね。まあ、だからいわゆる、うん、その日数がかかっても、はい、近くのね、うんうん、写真屋さんに行き現像して、その CD、 今回ねデータを作ってくださいねっていう進め方もしましたけど、富士から CD 作れば、まあどこのお店でもプリントが簡単に逆になる、いいですよね、それね。うん、それは、うん、あのね、必ず同時にそれやってもらうチェックをね入れた方が僕はいいと思います。楽しみ方も広がりますよね。そうそうそう、そうなんですよね。そんな映るんです、映るんですで、できるんですてん2を来たね。2やりますよ。春ぐらい、いやもう年明けですよ。あ、そう、うん、早いね。やりますよ。あ、参加せざるを得ない。みんな来てね。参加せざるを得ない。いや、いや、それはね、実は企画展なので。ああ、そうなんだ。あの作家さんを私たちが。あ、逆にそうなんだ。今度違うコンセプトでやるんだ。ほー、今年の2月にやったものと一緒。ほほほほほほ。で、年を明けて、そっか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 、うん、年を明けて春ぐらいから告知するのがまた映るんですのマーチ展。まあまあまあ、てんこ盛りですね。映るんですのお姉さんって言ってください。なるほど、ね、ちょっと止まっちゃった。カットしねえよこれは。うん、なるほどね。いや、映るんです動いてますね、面白いね。うん、なるほどね。いや、楽しみだね。楽しみですよ。 いいですね、それは。ちょっといろんな楽しみ方を見てもらいたいと思ってやってることなので、うん、ぜひちょっと皆さん遠い遠いとおっしゃるんですけども、はい、ぜひ来てください、富士フォトギャラリー調布、うんうん、ちょっとね遠いって言う人もいるのは分かる、うん、でも、うん、でもあそこそれほど遠いイメージなかったし、うんうん、で行くとね楽しいんですよ。そう、楽しいんだよね、あそこね。あの調布というか、あの駅でいうとあれはどこだっけ、柴崎って、あ、柴崎か、京王線の柴崎駅が近いんですけど、うんね、うん、あれですよ、すごく都内で考えるとこんな広いギャラリー初めてっていう人多分多いと思うし、うん、あ、ないですね。あ、そうなんだ。あのクラスの大きさはないですね、うん、そうだから、まあ、大げさに言っちゃうと小さな美術館サイズのギャラリーで、で、それが仕切って展示ができるから常時 なんか、うん、いくつか2つとか3つとか、そうです、ね、うん、展示がされているので、見応えがあって、うん、で楽しかったんですよ、僕も行って。なかなかね、半摂サイズの写真って見る機会ないと思うんですけど、あ、確かにね、あの広さだと、とても小さく見える。うん、あんなに大きいのにね。そう、うん、お部屋に飾ったら壁一個潰れるみたいなさ、ね、そんなのなんだけど、うん、それだけに、だからその後ろのスペースもその大きいので離れてみたり近づいたりがすごく自由にできて、楽しかったんだよね。で、よかったな。スペースさん
の本もちょっとこじまりはしてますけど、丸、うんはいはい、テーブルで写真の本とかずっと、うん、読んでる。そこは逆にね、あの自分的にはちょうどいいサイズ感があって、うんうんうん、見やすいし、うんうん、であの作家さんがいたら話せるなっていう空気感があった。ね、またそこでやりますから見に来てください。うん、必ず。うん、お邪魔したいといいと思います。楽しみですね。てか本当にあの興味津々富士フォトギャラリー調布で、うん、あのいらしてもらっても構いません。あのね、うん、ねえ、ね、あとはな、うん、何、うん、あの下でこうガチャガチャ動いてるの見学とかできると面白いなって思うよね。それは残念ながらね、そう工場見学流行ってるから流行ってるからね、うん、でも変な話なんだけれど、うん、そういう部分でその何と言うんだろう、写真盛り上げるみたいなこう、ね、切り口もあるよね。本当はね、まあ、現実的では、まあね、ないすぐにっていう話じゃないけど、なんかそのいろいろな何というか取り組みの中にそういうものもあると面白いなって、ね、ちょっと本当は、ね、なんてフジフィルムさん聞いてないかなと思うわけですよ。ね、うん、ということでですね、はい、で今日はそのプリントという面で、はい、ハッピーさんにちょっと体験をしてもらいました。ちょっとね面白かったんですよ。あのね、予想以上に綺麗にプリントできちゃったびっくりみたいな今日なんだけど、今日ねあのコバポンのここにここのね場所にねお邪魔をして、で小さなねあの弁当箱があったんですよ。なんだろうなと思って、でエプソンって書いてあるからプリンターかーと思ったんですけど、なんかね、そうね、お正月のね重箱サイズのイメージですね。そう、はい、うん、なんかね、PF70 という、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけれど、プリンター各社、だいたい秋口、ね、9月の後半から10月ぐらいにかけて、その年の新モデルが出るわけですね。で、それが、年末商戦につながって、年賀状プリントとかでニーズがあってっていう感じで、だからあんまり言っちゃいけないんですけど、この時期プリンター、前の年のモデルが下がったりなんかして、それで OK の人はそれで OK なんですけど、コアポンがですね、エプソンさんからお借りしたと、言ってました。PF70 という小さなプリンターなんですけど、これね、普通の人が、言う言い方をすると、英語サイズまでプリントできるんですよ。うん。うん、で、まあ、英語サイズっていうと、なんとなくプリンターで言うと、中途半端だなって思う人がいると思うんですけど、これはね、実はね、だから、俺もさっきそういう話したんだよね。A4 サイズをプリントしたい人って、これ、個人事業主だからかな。そうだよね。請求書を出すためにね、使って、写真なんかね、プリントしやしないんですよ。うん、で、逆に写真プリントする人は、英語以下、2L と L で全然俺いい気がするもん、ね。そうですよ。だって、はがき、うん、一番使えそうな年賀状とか ね、うんうんうん、ね。それではがきははがきでね、うん、その、ね、一回のまあね、夏のあれもあれば2回ですけど、うん、まあそっちの方で実用があって、あとは写真をね、うん、印刷するっていう話でしょ。うん、うんうん。割とね、用途ニーズで考えたら意外とこれいいんじゃないかっていう。いいと思う。その名もスモールファンプリンター。なるほどね、うん、うまいこと言うよね、エプソンもね、うん、なんか去年ね私もお借りした形のものと全然違ってて、うん、はい、バケット型のやつ、そう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 、取っ手のついたね弁当箱ってみんな言ってるんですけど、うん、はいはい、まさに、うん、それからもう形も一新しましたしね、うん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 、なと言ってもちょっと多機能になった。いや面白かったんですよ。今印刷させてもらったのね、 2L を2つ印刷させてもらって、これがね綺麗に出ちゃったんだよ。綺麗だったねてか本当に今スマホでね、うん、Wi-Fi プリントしたんですけど、うん、そうそうそう、エプソンのやつは僕もPMA シリーズは使ってたんで、わかるんですけど、割と早くから Wi-Fi 対応してて、うん、で、iPhone とか Android で、うん、ね、飛ばしてプリントを、うん、できるという、強みがあって、で、最近は各社そういうのやるようになったんですけど、うん、それの割と先駆けに近いようなことやってて、で、だから僕も、今はアプリ入ってなかったけど、その場でダウンロードをして、で、Wi-Fi 繋いでっていう、割とスムーズにね、うん、やれましたけど、だから、iPhone の中に入ってるものも、それから、SD カードに入ってるものもっていう感じで今印刷したんですけど、ね、スリランカのね、海岸、うん、インド洋に沈む夕日みたいな感じの写真と、あとはもう夕暮れ遅くなっても
空がブルーになった富士山を、トワイライトブルーっていう、うん、いわゆるマジックアワー、うん、いいこと言うね、ここね、いい言葉使うね、何ですか、うん、そういうなんかね、まあ、ちょっと対に なりそうなものを探して印刷したんですけど、意外とこれがねよく出ちゃって、よく出てるよ、なんか、ね、あらいいよねこれって思っちゃって、うんうん、ご紹介はきっとハピさんがツイッターとかフェイスブックに上げてくれる、そうにするつもりなんですけれど、でね、それが2枚印刷させてもらった。あともう一つ面白かったのが、ね、面白いよね、これ何っていうのがね、その最初なんかねレジプリンターのロールみたいのがついてて、でその何これはって思ったんですよ。でそれで、そしたらそれはその、PF70 の背中にね、つける、ラベル用紙っていうかね、ロール紙の、シール版、うんうんだね、なんというかね、あれだったんだけど、これがねシールだったんですよ、そのロール紙が。はぁと思って、でシールってなると価値観急に変わるんだよね自分の中でです。いや、まあそれもある、うん、シール好きなんだよ俺。ここに貼っといてあげようか。みんななんか、それはいい勝手にやめてくれ、それはカメラをねちょっとコーポンに貸すんだけど、急にカメラ帰ってきた時にコーポンのにっこりシールがバッテリー貼ってあったらちょっと嫌だなってちょっと今ね思ったんで、まあそれは置いといてなんですけど、ね、ロールペーパーになってる、シール用紙があって、うん、でね、これね、サイズ何って言ったらいいんだろうね、これ、名刺のね半分ぐらいのサイズですね、ちょうど。名刺の半分ぐらいですね、うん、名刺横一のものを縦に切る感じですね、うん、うん、だから 4×3 かこれはね、うん、のサイズのものを、印刷できるものなんですけど、裏側がその剥がれるようになっててシールにできると、うん、でこれが意外とね、これもね同じくね、割とツヤツヤのペーパーなんだけれど、やっぱりロールになってるから薄いんですよ、うん、で薄い紙に綺麗に乗ってんだよ、色が。綺麗だよね、結構なんていうの、緻密な感じにこうね、密度のある感じに、プリクラがあったりとかさ、あと今までその家庭用プリンターで印刷するシール用紙とかあったんだけど、なんかねこんな感じじゃなかったんだよね。ね、ちょっと違うよね、ガサツな感じっていうか粗雑な感じのものが多かったんだけど、すごくなんというかメイドサイド綺麗に出るし、なんか割とね、なんか描写力高いのこれ、すごいなこれっていう、驚いたんですよ。この小さいプリンターって言っても分かんないかもしれないですけど、うん、サイズ的には面積で言えば、うん、B5、そうだね、アンアンとか、ブルータスとかそういう雑誌の一回り小さいイメージですね、うん、面積で言うと ね、うん、そう、そんなプリンターからこんな高画質なものが出るかっていう、驚いたわ俺いいじゃんこれ、いや本当にいい、うん、これ本当におすすめしたい。いやほら、ね、前回のラジオでも言ってましたけれど、写真ってその完結させるために何をするかっていうと、印刷ではなくてね、うん、本当はね、うんうん、プリントですね、うん、焼いてなんぼ、うん、紙にしてなんぼっていうところがあると思うんですけれど、まあ前の前とってわけにはいかないでしょうし、お家でそれができるっていうとまた価値観が変わると思うんですけど、なんていう話をねこの間してたんだけど、実際プリントしてみるとねすごく良くてびっくりするんだよね。てかちょっと額に入れた、あれこんなに良かったかっ飾ってみようかなと思いません？思います ね、 ね、でね、その話したよね、前回も、ウツランデスのマーチ店で 2L っていうサイズでその、作品をね、うん、焼いてるんですけれど、それがねすごくその作品になり得るサイズだと、うん、でハガキサイズだともうちょっと足りないんだよね、うん、でエルマンっていうのは友達にあげたりとか自分で手で持ってみたりとかするサイズっていう話をなんとなくそのみんなが心に思ってる定義みたいなの出してみたんだけど、やっぱり今日ねプリント 2L で出すとゆっくり見ようって気になるんだよね、うん、いいね、うん、エルマンだとそのなんかゆっくり見るっていうより、綺麗にプリントが来たいいなって言って持っているものみたいな感じだけど、うん、今日ねハピさんがそのプリントしてくれた富士山の写真と、はい、インド洋の写真は大きくしていい写真、うんうん、そう、紙にするときにそのサイズにするべき写真を選ぶみたいなってのあるよね、うん、あるある、うん、でこれはこれ以上に大きくしたい写真なんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、
四つ切りとか、半セットとかにしても見たい写真。写真家にそういうこと言われるとワクワクするんですけど、ね、そういう見え方なんで。でもそうですよね。そういう、だから撮った時のそのこう心象と印象はそういうことなんでしょうね。離れたところのものをゆっくり見るような写真なのかな。だから大きい方がきっとスッとくるんだろうね、胸とかにね。なんかまたこのうっすらピンク色の空が実物に見れたらとても素敵だなと思える写真だよね。毎日毎日ね、ちょうど裏側6、7時間の、9時間かな、時間差があって、でその時差の中で毎度毎日こういうあの海岸があそこにあると思って、ね、死にそうになるんですけど、まあでも何やってんだろうみたいなね。それと対照的に富士山、ね、これジャパンブルーっていう感じ、ちょっと面白かったねこれね、たまたまですけれど。いや、ね、日本は本当青の国だなって思う。あ、なるほどね、それはね思います。面白いですねそれね、いい写真でした。いやいや、楽しかったよねプリント。いや面白い面白いでね、あのプリントするときね、何が楽しいってね、あのね本気なんだよみんな。どれプリントするみたいな、すっごい時間かけて選んだんだよねもう。いやね、でもその本気が必要なの。コポンとこ邪魔してさ、なんか茶飲んでベラベラ喋ってさ、それでラジオ収録をさ、さっさとやんなきゃいけねえのにさ、もう時間かけてね写真選んで何やってんだって ね。なのにそれはね妥協できないのよ。やっぱりなんだろうな、印刷するってちょっとやっぱり、プリントするってのは特別なことだよね、ちょっとね。いいよね、思いもこもるし、扱いが変わるんですよ。なんだろうね。でもそれだけ自分の中でやっぱりプリントしたい写真っていうものだよね。あのね、そうだよ。だからその今そのこの話でポンと思い出したんだけどさ、あの写真たくさん撮るでしょ、でプロのカメラマンがいるじゃないですか、でたくさんたくさん写真をシャッターを、あの押してるはずなんです、300回500回1000回押してるはずなんですけど、人に見せる写真っていうのは3枚とか5枚でしょ。いや本当そう、そうでしょ、でそういうことなんですよ。ところがスマートフォンで撮ったりとか、そのデジタルのまま撮ってると、その言っちゃ悪いんだけど人に見せないじゃない、で見せても大したことないじゃない、小さな画面で見せる、ところがプリントするってそういうところからポンってずれるというか抜け出すから、本気で選ばないとダメなわけで、だからプロの人がその僕あのいろんな話を聞いたことあるけど、やっぱり当たり前だけど良くない写真もできちゃうし失敗もあるじゃないですか。ただそれ見せないじゃないですか、それがプロじゃないですか。で、そういう頭に印刷を、印刷ではなくてプリントしようっていう頭に素人でも僕でもなると本気になるわけですよ。失敗写真は、ね、プリントしたくないし、いいものを選びたいと思うから、あの感覚ってそのプリントして初めて分かる。そうでしょうね、だから撮るっていうことだけに集中しちゃうと見えてこないんですよね、確かに。だから何がいい写真で、プリントして見せたいかっていうことは、やっぱり手に取らないと分かんない。なるほどね、カメラじゃなくて写真趣味っていうのはそこだなと僕はね今日ちょっと思いました。そうですね、撮るだけが写真じゃないので、そう、写真だから写真として最後まで完結させるっていう意味で そこですよね、っていうのは、ね、それしかないと思います、なんかねやっぱりその本当にあの写真焼いたりとかこうやってあのプリントしたりとかね、あのしましたけど、いちいちそれは思いますわ、写るんですの時も面白かったし、それが、あの反省をする、はい、1回目、はい、でそれを踏まえて2回目の1本を撮って、ね、で3回目でなんとか自分のその気持ちに近づけるみたいな、あれはやっぱ本当だわ。それで別に写るんですだからだけじゃないかも。そうよ、そうよ、ね、であとそのなんだ写るんですで、なんで今時撮るんだとか、写るんですで作品じゃないっていうようなことを言ってる人もいるみたいなんだけど、写るんですは写るんですなりの写り方で、自分が撮った時の気持ち必ず写ってるんですよ。あれは面白いよね。これすごく説明しづらいことなんだけれど、写るんですでしか撮れない写真っていうのはあるのが分かったのが、なんだろうな、感覚としては生っぽい感覚だったんですよ。あれ面白かったんですよ。の
逃げられない写真なの。あ、確かにね。ごまかし聞かない撮っちゃうでしょ、うん、で撮っちゃって、で写るんですなんかってわざと言うんだけど、写るんですなんかで撮るとシャッターなんかその押しちゃうんですよ。押しちゃう、エイヤで。でところが それでもやっぱりどっかに考えて撮ってる部分もあって、ちょっとこう心がね右左に動くのね、うん、でそれで何が違うって後戻りができないじゃないですか、うん、デジタルカメラじゃないから、とにかくシャッターをしちゃったらそれで、あとはあなた任せで、帰ってくるまで分かんなくて、ものすごい失敗しててがっかりしたりして。撮るのもそうだけど、うん、あれって撮られる覚悟もあるから。あるよね。でみんなピースしちゃうんだよね。やりなしねんだよ。あれ面白すぎる。あのね、うん、ピースするのバカすぎて面白くて。本当そう。もう撮らずにいられない。なぜか映るんですよ、毎日とみんなピースするっていう、ね、うん、不思議だよね。あれ文化だよ、なんでお前らは80年代とかに戻るんだっていうね。ね、今2010何年なんだぞって話なのに、みんななんかね、あのね、寝ぼけ写真に、なんつったらいいんだろう、面白いよ ね、素にさせられる感じ、いろいろ剥がされちゃう感じで、もうそれね、映るんですしかできないよ、うんうん、まあだからね、あの愛を込めて、ね、嫌なカメラなんだよ。そういうこと。てめえこらっていう。でも昔その写真っててめえこらだったよね。こんなん撮りやがったって白目になっちゃってる人とか、目真っ赤になってる人とかいるけど、でもね、やり直し聞かないんだよね。あれ面白いよね、うん、だからこそその中にどれだけ込められるかみたいなもので、じゃあやってみなさいよって、うん、僕なんかは思いましたよ。そのコーポンのそのね、否定的に作品ではないみたいな言い方をする人、うん、だったらそれでできるのあなたはって、うん、そういうことだと思う、うん、なんか別に作品じゃなくてもいいんだよ、ね、写真って、うん、作品何よって話で、そうそう、じゃああなたの作品見せてくださいみたいな話で、うん、そう一人帰ってね、プリントしなかったしって紙に出したかったし残念、本当よ。ね、あのね、写真はね、うん、口で撮るんじゃないですから、そう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 、うん、自分でやってください、それで見せてください、うん、ね、できれば手に取れるもの、はい、ね、うん、いや、よかった本当にプリント、うん、楽しいです、それは。で、あと何かあります？そうですね、あとはですね、最近の写真、あ、台湾行ってきたじゃないですか。ああ行きました。あれは慰安旅行。慰安旅行。まあ一応ね、まあいろいろありますけれど、取材の体にしてありまして、うん、まあもろもろありますけど、一応取材ということで言って、うん、あれ映るんです、持ってった？あのね、忘れたんだよ。あれ？さっきの話が元もうだから。もうね、うっかり。水回り状態ですよ。うっかり忘れて、うん。で、よく考えたんだけれど、よく考えたんだけど。台湾でも絶対買いたいよね、映るんです。なんで撮ってこないんだよ、映、ね、るんですの、あれ、まあ、あんまり責めるなよ。で、ね、あの台湾行きました。それで、ね、あそこは知ってますかね、コーポンは。精神書店っていう、誠って書いて新しい、真は新しいだっけ、あ、じゃなくて、正真正銘の真か、うん、あのね、代官山の蔦屋があるでしょ、うん、あれのモデルになった、あの本屋さんという、大規模でおしゃれでっていう、あの有名な本屋さんが、あのモダンなね、台湾にありまして、うん、小さなチェーンになってて何店もあるんだけれど、うん、台北にそこの旗艦店があって、うん、そこはね、精神書局って、一番下が店じゃなくて薬局の局になってるんだけど、総合ビルみたいになってて、でワンフロア全部、3階だったか4階がワンフロア全部書籍で、それ以外のフロアが雑貨売ってたりとか、うん、お洋服売ってたりとか、あの割とあのライフスタイル系の、うん、こうテナントビル的な感じなんですよ、うん、で地下にはまあ、カレーがあるんだけどね、フードコートがあったりとかして、それも本当にあれここどこみたいな、六本木みたいなレベルの、うん、おしゃれな場所で、台湾には行ったこともないし、うん、分かんないですけど、でまあアジアらしいところとそういうモダンなところが両方あって、すごくその進歩的な国なんですけれど、あのね、そこでね、まあ、カレーの話を置いといて、そこの雑貨フロアに行ったんだけれど、これが面白かったんです。実は確かね、台湾であれはね、トイデジかデジか、トイデジなのかトイカメラだったか、何かね、確か某モノグラムが某
なんかやってましたね、確かね。これに乗ってるよ。あ、そう。で、今、カメラ日和。そう、カメラ日和を今ね、うん、ちょっと前、9月号だったか。うん、カメラ日和の。そう。宮本さんが、確か、台湾、あー、これだ。これで、ですね、そうですよ。あのね、これね、だから会場、どこだろう。ここじゃないな、ホットフェス。そうだね、宮本さんがやっぱりやってて、それの、まあ、結局僕はその、製品書店だ、品だ、あれは。間違えた。うん。あのね、誠に品って書くんですけど、あそこのね、雑貨フロアで、いわゆる、トイカメラとかのコーナーがあるわけですよ。うんうん、で、韓国もそうですけど、台湾にも、こう、ゆるふわ写真だったりとか、トイカメラ、トイデジの、文化みたいなのがあって、あとはトラベラーズノートとか、そういう感じの、いわゆる、女子系の、カメラ文化みたいなのがあって、で、すごくいいコーナーがあるんだよね。ちゃんとさ、チェキがさ、ずらりと並んでて、うん、で、その周りに、ただチェキが並んでるのはヨドバシカメラも並んでますけれど、そういう感じじゃなくって、いろいろなそれ関係のその、革のジャケットが置いてあったりとか、あとは全然関係ないフォトアルバムとか、本も置いてあって、うん、で、可愛らしいそのモチーフになりそうな雑貨が置いてあったりとか、コーナーを作ってあって、すごくレベル高いんですよ、それ。うん、あれこれ大丈夫東京で買える？ここで買わないと買えないんじゃない？っていうぐらい、おしゃれなものとかがあって、衝撃を感じて。そうか、なんか私そういう写真文化を巡る旅に出てみたいです、うん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 、誰か、うん、なかなか立てねえぞ。でもね、本当にその面白くって、で、割とだからそこのコーナーがリアルにその売り場として回ってるなっぽい空気があったんですよ。買ってそれを楽しんでる人っていうのがいるなという、その人の影が見える、うん、おおって思って面白くって、うん、でもっとアーティスティックなその手作りクラフト系の方よりもアーティスティックなものの写真集とか、そういうものを扱ったコーナーなんてもあったりとかして、いやいや幅もあるしね、なかなか面白いですよ。私思うんですけど、うん、アジア、日本のとかアジア、はい、特に台湾、韓国、うんうんうん、まあ、北京あたりかな、うんうんうん、に関しては、うん、そういう文化が日本より断然強い気がする、ね、あのね、下手をすると本当に先走られてると思うですよね。香港あたりもそうだし、うんうん、そうそうそう、うん、レベルね、高いよね、高いと思う、うん、で、いい写真撮る人がいて、で、昔とは違ってインスタグラムというその SNS で、うんうん、あえて SNS 言いますけれど、そういうものが垣間見れちゃうじゃないですか、うんうんうん、で、びっくりするレベルにっていうのはありますよ。そうだね、あるよね。うん、だからその日本の皆さんの夢油断目覚まという話があるわけなんですよ。で、まあ台湾そういうものも見ながらも一応その、彼の取材ということで行って、うん、これがねなかなか面白くて、台湾と日本の関係というのがあって文化の裏打ちがある話なんですけれど、古くから日本の文化をその台湾の人は受け入れてくれて、うん、で育ててくれてっていうのがあるんですけど、その中にカレーというそのキーワードがあって、今の日本のカレーライスっていうのはモダンなものなんですよ。割とモダンになったんです、ずっと時代が、うん、明治から始まって大正ぐらいが終わって昭和の初めにちょっと小爆発をして、昭和30年代に大爆発をしてっていう流れがあって、で、台湾にも実はその日本のカレーライスのスタイルの文化が、昔からその何というか根付いた部分があって、ところが日本のカレーはモダンになったんだけど、台湾のカレーって、台湾のカレーライスって日本の昔のカレーそのままのものがそのまんま残ってるっていう話をとあるところから聞きつけて、これは取材をすればっていうので台湾に行きまして、で、台湾の日式って言われてる、日本式の日式ですね、言われているカレーライスとか食文化の、まあ、取材を少ししてカレー中心で、ですごくそれが面白かったという、そういう、で、まあ、当然ながらそういうものを食べに行くっていうとレストランもあるんだけれど、インド料理なんかもあって、インド人がやってるインド料理なんかもありますけれど、そういうところも行きながら、やっぱり台湾っていうと舞台はね、市場なんですね、夜市という。そうなんだ、私で、これがやっぱりね、写真撮るの楽しいんだよ。やだなもう撮りたい、本当に楽しいんだよ。
行かせろよ。で、だいたいさ、だいたい俺ね、あれですよ、iPhone の写真好きでずっとやってましたけど、最初の頃に iPhone の 3G とか 3GS の頃に、古くてポンコツのアプリを入れて、すごくコントラストのきつい、モノクロの写真が撮れる、アプリを入れてたんですよ。でね、それがね、コントラストきつくて、で、フラッシュを焚くとさ、フラッシュがついたのが4からだけど、報道写真みたいに撮れる、昔のなんとか事件でなんか人をこう刺そうとしてる、ああいう写真みたいに撮れて、まあまあ面白い、それが。で、そういうものを撮れる感じなわけさ。うん、裸電球が光ってて、で、マーケットで、で、スポットがいらんところに当たってて、真っ暗なところもあって、あとはその明るい、その、市場がこうずっと長く続いてる後ろ側に、ライトも何もついてない真っ暗なビルがたくさん並んでて、もうね、コントラストマニアには止まらないっていうか、変な趣味なんですけど。まあ面白いですね、写真撮るのね。しばらくさ、私行けない状況なので、そういう話をしないでください。ね、いやいや、しますよ、私は。でもまあ。うん。で、まあ、外国に行って写真を撮るってすごく楽しくって、なんて言うんだろう。まあ、ずるいって話なんですよ。うん、海外で写真撮るってさ、よく見えちゃうんだよ、誰が撮ってもある程度まではよく見えるんだけど、でもやっぱりそのある程度超えなきゃ、その本当に何というか納得いかない部分もあって、でなんか割と今回はその取材だったんで、記録写真が多かったんですね、ところがそれでも、今回ね持ってったのがだから、キヤノンの S120 コンデジと、あとはペンタックス Q10 で、まあレンズはもう標準のものを、入れただけで、で持ってって、あとはまあ iPhone も使いましたけれど、あとは GoPro だね、で GoPro ではまあちょっと写真も面白いので、広角の写真を撮って、でペンタックス Q10 で、あれですね、なんて言うんだっけ、アーティスティックモードって言うんだっけ、あとフィルター系のね、そう、フィルター系のもので、コントラストのきつい、モノクロが撮れるのがあったんで、ペンタックス Q に関しては、もうそこにもうダイヤルを固定して、ね、いいの撮れんだ、これが、これひっくり返っちゃうけど、楽しんだ、マーケット撮ると。時間が、撮らせろ、時間がね、40年とか50年飛んだような写真が撮るって、もうワクワクして。そういう場所でそういうものを組み合わせて撮っていく楽しみっていうのをすごくこう味わって、よかったっすね。何自慢だこれ。まあ行けよって話。まあいいよ、来月私は大阪に行きます。まあね、あえて言いますけれど、まあ他にお金ももちろんかかるんだけど、今回ね、3泊5日、1日目が深夜便、で、朝着いて、深夜便だね、だけど向こうで1時半ぐらい着くのが、そう、でホテルに行って寝て、朝から活動できて3日間、で最後の日が3日間遊びきって、そのまま空港に行って5日目って感じ、で、空港で時間潰して3時半の飛行機に乗って朝着くっていう、今日もこれで2人で4万5000円。安い！たまたまそういうチケットがあってさ、ホテルがついてたよ。あとは自由なんだけど。探せばあるよ、台湾は。それ2人だから安いんだ。いや、じゃない。ある。3万円、3万円切ってるのある。1人で行くとかそういうことじゃなくて。はい？そういうことじゃなくて。はい？今時間的な制約とかありますでしょ。そんなもんはパソコン1台持っていけばいいんだよ。台湾はね、もう Wi-Fi とかすごくね、あのとこでも飛んでてね。仕事持ってくの嫌だよな。仕事持ってくの嫌だよな。嫌だよ。俺はしてたよ、仕事。締め切り1本台湾から片付けたもん。まあ、せいぜいパソコンは嫌だ、タブレットぐらいになってから行く。俺パソコン持ってた。自転車も買ってないのに、そして自転車が面白かったんだよ、台湾。あ、乗ってたね。うん、あのね、例えばその、どこだっけな、富山、富山市の市内でも同じようなサービスやってて、あとは東京だとね、確か千代田区神田界隈、お台場もやってる、やってる、いわゆるその、なんて言うんだろう、その公共の交通機関として、やりましょうっていうやつで、で旅行者もね、クレジットカードを使ってその場で借りられるの、すっごい便利だった。なんかこんなの見た、バイバイとかやってたし、そういうやつ
で自転車があるとその本当に自分の撮りたい場所にすっごく近くまで行けるのよ。あとちょっと行きたい時あるじゃない。だけど駅と駅の間だったりとかタクシー使うとかってきついじゃない。自転車はいいねと思った。本当に自転車買わなきゃ早く、うん、買った方がいいよ、うんうん、ちょっとおしゃれサイクル借りた、うん、買いたいの。コバポン事務所号、事務所号、うん、買って、そして、うん、あと写真サイクリング号にして。いや本当本当、うん、でこの辺ね、うち今ここ引っ越してきたところはですね、周辺に公園などなどたくさんある、ね、川などなどあって、川などなどあって随分いいよね。いやだってショッピングエリアが駅ごとに、いや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 、ね、本当に本当にいいよね、うん、いや自転車ないと逆ダメだし、ここやっぱりなっていうか、マニー、イブミ、マニーそれは自分で稼いでさ、いや行っちゃえばだってうちから自転車で来てもいいんだもん。来ればよかったじゃん。いや今日はちょっとねちょっとな、なんか黒節を痛めておって、うん、いいよ、だから鍋抱えてきなって。やだよ、めんどくさいよさっき言ったもののさっき自分で言って、いやいや、まあそれはいいじゃないかってことでね、まあそんな感じでね、まああの取材ということで行ったんですけれど、うん、やっぱり外国に行くとちょっとその写真撮るその気持ちも違えば、うん、うん、撮ったものの面白さも違ってて、あ、うん、そうでね、あ、そう、どうぞどうぞ、ごめんなさい、うん、いやいやいや、あの僕はそのアジアが好きでいろいろなとこ行きますけど、スリランカでもそうだったんだけれど、そのやっぱりなんだろうな、マーケットの写真すごく楽しいのね。そうなの、生き生きしてるでしょ。で食べ物があるでしょ。で果物とか野菜があって、色がたくさんあって、特にアジアのマーケットは色がたくさんあって、であとはナイトマーケット、タイもあります。でそれからね、インドにもあるんだけどね、そういうの、そういうとこで写真撮るのってすごく刺激的で、意外と日本そういうのがね撮りづらい、ない、少ないんですよ、うん、なのであの、まあ、人それぞれテーマがあると思うけれど、なんか自分が好きなものを本当にあのこれだなって分かってるものあったらば、写真に関しては海外はテーマ決めていくとすごく撮りやすいと思うし、ただどんどん撮っていくとただの観光写真とか記念写真になって、そうそうそう、意外とその後で見返した時にあれって思うことあると思うんですよ、うん、だから一個なんかどうしても撮りたいもの、僕ねインド行った時は看板撮ろうと思った、うん、ヒンディー語とか、うん、書いてある看板をずっと撮ってて、観光写真も撮ったけれど、その中で看板の写真だけこう引っ張り出すとちょっと作品集になるみたいな、テーマ決めていくといいですよね、海外旅行ね、はい、うん、で私ね旅行、うん、誰に聞いたか忘れたのは、一つは、うん、アジアは夜歩けるっていう、うーん、なるほど、ね、安全なんだってやっぱり、うんうんうん、他のヨーロッパとか、あとね、まあ、都市部はともかくなんだけれど、アジアの方が夜明るいんだ実は。そうそうそうなの。だから、うん、なぜか夜ずっぱりの人はアジアなんですね。そうなんだって。面白いんですよ。そうなんです。うん、でだからアジアは夜歩ける、うん、夜も楽しめるっていう。もちろんね、ちゃんとその自分で考えてリスクヘッジは、そう、もちろん ね、ありますけど、頭の中に入れなきゃいけないですけれど、うん、それにしてもね面白い写真は撮れるので。そうだ、あと旅というところでもう一つ、うん、私は内田幸雄さん知ってる、うん、うち、はい、うちに一つ言われたことが、うん、旅でね写真を撮るときは、うん、日常自分がそこで生活をしてる気持ちで撮らなきゃダメよって言われ、うんうんうん、なるほどね、なるほどね、確かにと思って、うん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 、そうするとなんかこう、うん、観光写真じゃないものに目が向くようになるんじゃないかなと思った、うん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 、そこで話が戻るんだけど、僕の場合のテーマなんだけど、うん、やっぱり人と食なんですよ僕はテーマは、うんうんうん、何とってもどうしてもそっちに行って、で人と食ってどうやっても現地の人と目線を同じところまで持っていかないと取れないんだよね、うんうん、近くに行かなきゃいけないし、コミュニケーション取らなきゃいけないし、だから勉強にもなるし、それでそういう場所に働いてる人とかそういうところの空気って写真撮らせてくれる空気があるんですよ、不思議と、うんうんうん、食べ物が取り持つそういうものってなぜかあって、うんうん、面白がってくれて写真を撮って、なんでこんなもん撮ってんだよって笑ってくれる人がいたりとか、うん、こっちこっちって呼んでくれて、ここここって言ってなんだろうなって思うと、煮込んでるお鍋の中を見せてくれたりとか、こうやってな鍋の蓋を開けてくれて、うん、取れ取れって言ってくれたりとかマーケットってなんかそういうなんか緩いつながりがあって、ね、うん、いいよね、うん、私はね、そうそう、最近
ちょっと写真のテーマを、うん、カラフルポップっていう、カラフルポップにしなよってみんなに言われ、なんか来たね、来たよ、新しい、あ、でも笑うとこじゃねえよ、いやすいませんいやなんか新しいの来たなって、カラフルポップを作りなさいって、うんうん、おー、なるほどね。で今までのスナップとかはもちろん取り合い、うん、取れるからそれはもう置いといて、うんうん、新しいテーマというか、コアポの写真男らしいからな、そうそうそう、ちょっとねシフトチェンジすんだ、葛藤あるんですよ、すっごい自分の中に作風変えんの作風変える、うん、でさ、なかなかさ、その自分の撮ってるものがあって、やってた慣れ親しんだものがあって、こうその場ごとに切り替えるのってほぼ不可能だよね、うん、やるならそっちにしばらく切り替えるみたいな形で。でもね、あの、うん、それもそうなんだけど、うん、さっきのハピさんみたいに、うん、やっぱり別のカメラって持ってていいと思う。ああ、うん、あ、別のカメラっていうのいいよね。そう。レンズでもフィルム変えるでも何でもなくて、そう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 、カメラ変えるのはすごく変わると思う。そう。確かに。そうだね。それはね、うん、使い分けとして面白いと思う。うん、あ、それは大きいです。確かに。うんうん、ね、ちょっとなんか旅やらカメラやら、うん、プリントやら。うんうん、今回もいろいろ内容楽しいですけど、ね、また年内もう一回ね、はい、そうですよ、放送できると思います。やりますよ、うん、やらねばやらねば、うん、予告、告知、はい、告知ですね、最近そうだな、一つ、いっぱいあるんだよ、どうしようかな、うん、ですね、今、ちょっと、いろいろな雑誌で書いてますけど、連載以外に単発で入ってるのありまして、主婦の友社の R という女性誌の、来月ブフフじゃねえんだよ、1月号になると思うんだよね、12月発売だと思うんですけれど、それでね、あのカレーの特集が、小さな6ページの特集があって、その中の、小さなあの150字ほどのコラムを10個ぐらい、書いております。それからあとはそうだな、直近だと、うーん、まあいろいろあるので、僕のあのホームページとか、あのツイッターとか見てください。なんかこう、はい、俺の見とけ的な、ちょっと、まあ、あの、うん、本当にいろいろ最近やってること多くなってきたんで、説明するのだんだん面倒くさくなってきて、まあ、そういうのもあるよね、うん、ちょっとね、ずいぶん先ですけれど、例 の、 あの僕とあの東京カリバン長水野仁介さんとその他のメンバーでやってるインド百景という阿佐ヶ谷ロフトのイベント、あれが2月の1日に決まったので、また近くになったら告知しますけれど、うん、なんだっけ、あれに乗っていこうかな、ん、なんだ、杉丸、杉丸、そうそうそう、杉丸欅号、うん、そうだね、うん、いろいろな交通手段がありますんで、ね、阿佐ヶ谷まで、うん、皆さんもお越しくださいということで、はいはい、私、はい、先ほど申し上げた通り、はい、大阪に参ります、うん、大阪何、ですね、はい、まあ半分が旅行、うんうん、半分営業、お、あ、違う違う、そうね、でもう一個がワークショップ、お、あ、ワークショップあんだ、うん、でこれはですね、ナダル大阪さん、はい、あ、ナダルさんだ、ナダルさんが12月年内をもって終了、はい、ほう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 、となりまして、オーナーが変わって、あ、そうなんですね、店長としてはいらっしゃる橋本さんという方が、今度新たに改めてオーナーになる、あ、なるほど、形でギャラリーの名前がソラリスになるんですけど、ソラリスときたか、ね、そういう名前の何がありますけど、です、はい、で私はそこでそのナダル大阪としては最後のワークショップ、スマートフォン、スマカフェ、小林薫のスマカフェ、 お、なんかそれはまだ聞いてなかったけど、スイスイ、その名前、あ、本当ですか、うん、あの富士フイルムさんから、うんうんうん、どうぞ使ってく、大丈夫ですよ、うん、っていうことで、なんとなくは聞いてましたけど、そのタイトルを初めて聞いた、うん、スマカフェって言います、スマートフォンで撮って、はい、プリントして、うん、作るまでをちょっと楽しむ、いいっすな、うん、ちょっとそこでですね、今回スイーツを撮るので、はい、ほうほうほう、ケーキ付き、ほうほうほう、ということで食べるところまで楽しんでもらえます、はい、あ、いいですね、うん、いいよね、あの食べるものがあってさ、写真撮ってさ、うん、みんなでワイワイ見たり、う、うん、見せっこしたりとかしながら、でちょっとシーズンがシーズンなので、あ、クリスマスカード的に仕上げて、なるほどなるほど、開催が12月の20日、はい、いいじゃないですか、土曜日夜7時から、あ、じゃない、ごめんなさい、全く違った、昼間昼間、
12月20日土曜日、うん、1時半から、はい、ナダール大阪さんワークショップルームで、ナダールさんで検索して申し込み、うん、ナダール大阪のページまだ間に合うかな、間に合います、大丈夫、うん、大阪でお会いしましょう、はい、いいっすね大阪、うん、大阪行かないかな、取材しにな、カレーね、遊んでないで行かなきゃいけないとこいっぱいあるんで、リニアモーターカー走るから、いやだからそんな待ってないな何年後なんだっつ、15年ぐらいもう死んでるしないし本当にね、75分で行けるらしいよ、いや別にいいよ別に、そんなに、そんなに早く行かないで、いや、うん、早く行って早く帰ってきて仕事するんだよ、まあ、まあね仕事はしなきゃいけないですけどね、まあどこでもしますよ、はい、ね、うん、じゃあそんなわけで、はい、そういう感じで今日は、はい、エンジョイフォトルームからお届けいたしました、はい、そんな名前になっててちょっとびっくりしたんですけど、はい、なるほどねと、うん、あの僕もエンジョイフォトルームたびたびきっとなんかお邪魔して、はい、何か一緒にねやることとかきっと、うん、いいと、うん、出てきそうなんですごくね楽しみにしてるんですよ、うん、ワークショップをする空間として使っていただきたいなと、ね、うん、ですね、うんうん、思います、うん、あの詳しくはあのコープンの、Facebook とか Twitter とか、はい、あとはココログラフとか、ねね、うん、ブログの見てるといろいろな情報が流れてくると思います。最近ブログ更新なかなかできないんですけど忙しいようですみません自分の文章まで書いてないかってそういうことなんですよ、息切れしますよ、頑張れ頑張れ、ね、私こんなにね文章書く仕事になると思ってなくて、うん、そんなこと言ってらんないよあんた、あんた今やってる仕事はもう大事業なんだから本当にもうね頑張りましょう、うん、何かあったらお手伝いします、何にもできないと思うけどということでして、はい、本日も1時間弱また喋っちゃいましたけど、もう慣れたよねみんなね、もう14回やってんだからもう1時間、そう月に1回1時間聞いてくれ、うん、いいよねほら最初はほら月に2回とか言ってたけどさ、月1回になったから、うん、その分1時間で勘弁してくれってことで一つ皆さん、はい、ご納得をということで、今日お送りしましたのはアピさんとコバポンでした、はい、いつも聞いてくれてありがとうございます、じゃあねー、じゃあねー。